そのなんか強いものですね。エネルギーに満ちたものであるし、それを頼りに作ってるとも言えるし、終わりのないものですね。奥行きが深くて常に新しいものを発見できる無限の力を持っている、無限の表情を持ってるんですよね。奥行きというか常に新しい顔を見せてくれる、この土が長い年月見てきた景色なのか、すごい生命力を感じるんですけど、そういうものを土の記憶という形で表現したということですね。遠い過去の記憶、いにしえの香り、これが片方にあるのと同時に、今我々が生きている証拠である、そして未来まだ見ぬ世界、まだ見たことのないような形、これからこの3点の3つの時間軸が三原さんの作品に内在していると思いますね。だからそれだけ人を魅了してやまないだと思います。一つ一つこう完成の形に向かっていったのは、そんなところにそれをたどっていけば答えがあるんじゃなくて、その都度その都度答えがあって、その心のときめきみたいなものを作品化していく方が常に正しい、全体というか先が見えない分だけ面白いというか、そういう作り方をできないかなというふうに考えたのが聖なんです。何かから解き放たれたような自由な発想での作風に心を挑まされました。土本来の魅力を引き出されていて、シャープな線とザラザラした質感、常にチャレンジをされて新しい形造形をされているところが一番の魅力かなと、それも思います。作品を作ってる時に次の作品が生まれてくるというか、机に向かってとかいう言葉ではないですね。やっぱり今の作っていることにだんだん不満というか問いを感じるというか、それによって次のステップにこう形が動いていく。だからみんなつながっているといえばつながっているんですね。多分そんなとこがスタートだと思います。それをやっぱり徐々に組み立てていく、で完成形まで持っていくと。一番根のところにはやっぱり何かときめきみたいなものがないと続かないですね。完成にならないというか、うまく発芽しないというか、自分の中にそういうものを抱えてないと、ただ構造とか焼き方とかの組み合わせだけでは作品にはならないと。本当に幸せなことに、三原さんとは世界中旅させていただきました。ニューヨーク、ロンドン、シドニー、パリ、シンガポール、その各地のお客様の反応を見させていただきましたが、何よりも驚いたのが、どんな方であっても、古美術が好きな方であっても、現代アートしか集めない方であっても、三原さんの作品は人の心を打つことができます。
それはなぜかというと、やっぱりその三原さんの作品の中に内在している普遍性だと思いますね。遠い古い記憶の何かを読み起こしてくれる。ただ全く見たことのないような形でもあります。この両方を兼ね備えているからこそ、この古美術しか集めない方であっても、現代アートしか集めない方であっても、このお二人方、二つのこのコレクターに通ずる、三原さんの作品の素晴らしさがあると思っております。まず心が動いて、その理由を考えていく。そしてそれが自信となり、前進めるというかな、力強く足が進められると。僕の進み方というのは、山に向かってこう進んでいってるわけではなくて、平面で決して苦しくはないんです。進むこと自体は、次の角を曲がってどんな面白い景色が見えるんだろうな、でどんな自分を反応するんだろうかというのを楽しみにしながら歩いてるという感じの進み方です。まだまだ面白いこといっぱいあるなというのはすごく感じてて、そういうものに出会うことを楽しみにしているという、それによって自分がどう反応してどう変わっていくかというのを楽しみたいなという